はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。諸葛亮孔明です。さあ本日なんですが、皆さんは三国志はご存知でしょうか。三国志ちょっと僕はねそんなに詳しくなくて、なんか三国志ガチ勢みたいな人いいんじゃん世の中に。なんかすごいよねあれ。まあ面白いと思うから、三国志って、まあそんな詳しくないけど、僕はキングダムっていう漫画がめっちゃ好きで、キングダムは結構、普通に読んでるんですけれども、まあ三国志をテーマにした、まあカテゴリーが遊戯王にはありましてですね、それが戦火っていうんですよね。でこのテーマ何するかっていうと、その三国志の武将をなんかそのもじったモンスターがめっちゃ多くて、で高校での展開力が半端じゃないんですよ。なんかね、ありえんほど、なんか全サイバードラゴンみたいな感じで、まあ、バン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 出てくるんですよね。ポン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 みたいな感じで。ダイナレスラーパンクラトップスであるとか、戦火とかは、なんかその同じような感じで、相手のフィールドになんかそのモンスターが、なんかいれば出せるとか、その、なんかフィールド上に戦火がいれば出してこれるとか、なんかすごいね、緩い条件でめっちゃ横に並ぶんですよ。で、打点が雑に高い。例えばこちらの2500とか、まあ、2800とか、まあ、そういう、まあ、カードがいっぱいあって、でこういうモンスターを横にめっちゃ並べて、で、相手のモンスターは、この孫坊のバウンス効果と、僧侶のバウンス効果でバウンスして、で盤面をさら地にしてから、相手の、ライフに、ダイレクトタックをかましてワンキルしていくっていうテーマに、なってまして、で今回はそのデッキを組んできました。非常に強いですね。使ってる感じね、非常に強い。このテーマはやっぱりね、効果無効にされてもね、別に特殊召喚はできるから、なんか要はなんかその打点を高いモンスターがポンポンって並ぶから、なんか普通に殴って突破できたりできるんですよね、その制圧系のモンスターを。まあ、それも強いし、まあ、単純にやっぱりその誘発で、まあ、相手の動きを抑制して、でモンスターババッて並べてぶん殴っていくっていうのも得意だから、結構ねワンキル力は高いね。なんかランクマン潜ってたんですけど、なんか普通に勝率めっちゃ高かったから、このテーマはね多分ね結構強いと思う。うん、高校テーマとしては。なんか、ヌメロンとかに飽きた人にね、おすすめじゃないかな、これ。結構面白いよ、戦火。で、展開はね、見ていただければわかるんですけれども、やっぱりキーモンスターは、この孫坊っていうモンスターですね。これ自分のフィールドに戦火モンスターが存在する限り、このカードは攻撃対象に選択できないよっていう効果と、手札、フィールド、墓地から、カードを墓地送る。なんでもいい、カードは。カードを墓地送ると、デッキから、戦火モンスターを置いた手札に加えるってことがある。起きるから、この孫坊を初動にして動いていくので、まあ演武天気とかね、これのカードが入ってると。で孫坊で、持ってくるのが基本的に諸葛亮孔明さんで、でこの諸葛亮孔明さんはなんか効果で手札に加わると特殊召喚できるっていう、まあ、効果がありまして、で雑に出てくれると。で雑に出てきて、で孫坊さんがなんか戦火モンスターの効果が発動すると、自分以外のね、なんか相手のモンスターをバウンスできるよっていう効果があるから、まあ、孫坊で1バウンスで、孫坊と、諸葛亮孔明さんで、僧侶を出すと。で僧侶さんもリンク召喚成功した場合に戦火持ってこれて、でしかも手札フィールドからカードを墓地送ると相手のカードをバウンスできるっていう効果があるから、基本的にはこの孫坊から入ると、1バウンス1バウンスがあるんで2バウンスできるんですよね。で、まあ、魔法トラップに耐性がないので、魔法トラップは例えば諸葛亮孔明さんのその、3番目の効果で無効にしたりとか、まあ、ライトニングストームとかハーピーの羽根暴起で無効にしたりとか、無効っていうか破壊したりとかして展開していくっていう。で、モンスターはまあ無限法要であるとか、まあ、うららであるとか、増字とか、一滴とかで、まあ、展開を止めたり無効にしたりして、で、ぶん殴っていくみたいな感じ。で、やばかったら怪獣投げればいい。で、怪獣をバウンスするっていうなんか犯罪ムーブもできるんで、これ非常に強いですね。はい。早速ね、この戦火っていうモンスターの展開を見せていきましょう。デュエル。スタパイ戦国時代突入。さあ私の最強デッキ三国志デッキをね今回は作ってきたんで、まあ、三国志とかもキングダムデッキですね。はい、キングダムデッキを作ってきたんでやっていきましょう。ちなみに、三国志は全然詳しくねえぜ。なんか諸葛亮孔明っていう名前だけは知ってるが、何をしたやつか知らねえスーパーにわか実況者によるスーパーにわかキングダムデッキをぶん回していくぜ。なんかどうやらこの三国志をテーマにしているらしいんですよ、この戦火というテーマね。なんかその三国志に出てきたなんかそのキャラクターというかが、まあ、割とそのテーマの元というか、まあ、モチーフになっているらしいので、まあ、ぜひね三国志が好きな方はこのデッキ組んでいただきたい。普通強いです、はい。まあ、今回高校ワンキル完全に今回というか、まあ、多分戦火高校ワンキルデッキにしかならない気がするんだけど、まあ、かなり高校ワンキルに押してまして、割とねすごい展開力ありますんで、結構楽しいですよ。相手がね、モンスター、相手のフィールドにモンスターがいるとなんか特殊ができるみたいなモンスターとか、あと相手のフィールドにモンスターがなんかいっぱいいると出せるとか、なんかその、相手の打点が高いモンスターを破壊するとか、なんかそういうね、相手フィールド上にモンスターがいる前提みたいな効果がめっちゃ多いんですよ、戦火って。
だから高校アンケートが結構得意でございましてですね、はい、で展開はなんかサイバードラゴンとかパンククラトプスみたいな召喚条件のやつが、まあ、そこそこいて、で、まあ、サーチも意外と豊富なんで結構いけます。エクストラ全く使いません。回し方そんなに難しくありません。あ、全くは言い過ぎだな。なんか戦火の総流ってやつがいて、なんか実は結構難しそうに見えるんですけど、全然難しくないっていう、はい、回し方ね。ちょっと早く展開終わってくんねえかな。早せ。ドランシア OK で、ドランシア飛んできて、ドランシアからのフュージョンデッション OK。 これ D 勇者、デスペニーですね。 D 勇者デスペニー、 D2 回入ってるな。12 D 勇者、 D 勇者 12cc です、はい、でデスペニーの効果破壊 と、ドランシアの1回破壊があるぐらいか今は。現状グリフォンライダーはいない。 OK ってことはですね、まあ、とりあえず無限荒野も来た、一滴もある、まあ、さすがにまず1回メインフェーズ1回シーンしか打てないカードがありまして、まあ、合金をぶち込んでいく。でエクストラは、総竜が3枚入ってまして、総竜が、1枚でも残ってればいけるんで、まあ、とりあえず6枚除外していきましょう。ここで総竜3枚飛んだら泣く。普通にね、確率上結構低いんですけどね。何パークなんだろうな、15枚のうち6枚除外したときにさ、これ1回一滴打った方がいいかな。さすがに打った方がいいね。さすがに打った方がいい。モンスター捨てちゃってもいいかな。これもうガダーラあんまいらない気がするんだよな。どうせ一滴するんでガダーラはいらない。でまあ、ドランシア見えてる妨害とドランシアとデスペニーの2枚破壊が、そうこれ演出追加されたんですよね。一滴素晴らしいですよ。でドランシア君とデスペニーの、効果を無効にし、そして、戦火主力3個霊芸を発動。なんだこのカードっていうね、なんだこのカードっていうカードを発動し、そして戦火の中孫坊を召喚、3個霊芸の効果発動。ヒエド城の戦火を対象に取り、そのモンスター以外の戦火を手札に加えることができるぜ。これによって、まあ、ここ一旦諸葛孔明を手札に加え、諸葛孔明の効果発動、諸葛竜孔明の効果手札に加わった場合、自身を特殊召喚できる。そして特殊召喚に成功した場合、孫坊の効果発動、戦火モンスターの効果発動した前、相手のフィールドのモンスターをバウンスできる。これによって、デストロイフェニックスガイさん無効にさせてもらうぜ。無効っていうか、バウンスさせてもらうぜ。残念だ。何？まあ、まあいいか別に、でも。まあそんなに困んねえや。ドラコバッグを持ち送って、孫坊を、これ無効にできますね、これ。魔法トラップ。あ、最強でした。戦火の地、諸葛竜孔明の効果発動。フィールドの表側表示のカードを1枚墓地の送り、表側表示の魔法トラップカードを墓地の送り、相手のフィールドで発動したマジックトラップカードを無効にすることができる。最強だぜ。なんて強いんだ。2枚無効にするべきでしたね、残念ながら。さあデスペニーは帰っていただきますよ、さようなら。そして戦火主力3個霊芸はフィールドから墓地を送られた場合、手札から戦火モンスター遺体を特殊召喚できる。でドラコバックは一応装備することができるが、まあ、それはあんまり関係がない。あれは戦闘破壊耐性がついてるんで、まあ、なんとか効果破壊で処理していきたいといったところですね。効果破壊はバウンスか、まあ、バウンスできますけど、いくらでも。で、戦火の地、諸葛竜孔明を召喚。そして、戦火モンスターが2体以上存在する場合、超特は特殊召喚できる。さあ、再び特殊召喚しろ。ドーン。さらに、無限包容いらんな。孫坊の効果発動。孫坊の効果によって、フィールド上に存在する、または手札に存在するカードを1枚墓地に送ることによって、戦火カードを1枚手札に加えることができるぜ。これによって史上最強のモンスター戦火の反両方、これかっこ緑、これはね緑がね、テーマっていうか、まあ、モチーフになってるらしいですよ。緑さんはね、なんか戦国史の時代ではどうやらなんかありえないほどなんか裏切りまくって、なんか混乱を巻き起こしたと言われています。で戦火のうち諸葛孔の2体の魂をリクマーからセットし、サーキットコンバイン戦火名称総竜を特殊召喚強総竜。そして、この強総竜の効果、強総竜の効果はリンク召喚に成功するとデッキから戦火モンスター1体を手札に加えることができる。そして緑は、なんか雑に特殊召喚ができる。つえうわつえ最強。見ろこの打点。バトルフェイズ行くぜ。こいつはダメージステップ回収に発動できるな。バトルフェイズだ。クソラコモンスターでぶん殴っていく。で、ドランシアの効果は無効になっている。そしてダメージ計算値。自分、ダメージしていいですか？うおー、超炎の効果。超炎はダメージステージに出てきて、
戦闘で相手モンスターを破壊するとそれは無効だ。超炎の効果によってフィールドのカードを破壊できる。うおー超炎で爆発と まだ俺は攻撃系を4回残している。行くぞダイレクトアタック4連打強えガチで強え。このデッキ最強すぎない？この展開力よ。うわーやばい、ちょっと戦火ハマってきたかもしれん。あーまあ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 悪くないですね、悪くはない。一回合金使ってから考えてライトニングストーム打ってみたいなこともできるし、楽に開幕 OK。 デスペアスか。まああの新パックがちょっとまだこの撮影日がまだ全然新パック前なんですけども、まあ多分新パックがあの来るとデスピア相当強化される。まあ相当というのは言い過ぎか。でもあのガーディアンキマイラっていうなんかすげえぶっ壊れモンスターが来るんですよ。まあ多分まあこの動画多分公開するの結構遅くなっちゃうと思うんで、まあ来てんじゃねえかなと思うんですけども、かなりですねガーディアンキマイラくんが来ると非常に強くなるといったところではあるが、冥界デスピアですね。なるほど、冥界デスピア、はい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 。冥界デスピアってなんか強い動きあんのかな。なんかまあでも闇属性と光属性がメインのテーマなんで、冥界は相性はいいと思いますね、デスピアと。はい、で劇場ね、オッケー。ちなみにこの両方っていうモンスターすごい面白くて、これ相手のフィールド上にエンドフェーズね、エンドフェーズに相手のフィールド上に攻撃力が高いモンスターがいちゃうとなんか寝返るっていう効果があるんですよ。だからなんか三国志のリアルの方でもなんか緑っていうなんかすごい武将がいて、でそいつがものすごいねあの裏切り行為をいっぱいしてたらしいんですよね、どうやら噂によると。ちょっと俺もあんまり三国志詳しくないんだけど、なんかどうやら緑ってやつはなんかすげえ裏切るモンスターだったらしくて、なんかそのモンスターだった、あの武将だったらしくて、そいつをなんかその再現してるというか、っていう感じらしいよ。面白いですよねその辺も。まあちょっと三国志とかそのなんか日本の歴史とか世界の歴史とかでも全く詳しくないんで、はい、まあ何にじゃあ何に詳しいんだお前って言われると本当何も詳しくないですけどね。 AV 女優についてはちょっと詳しいかもしれないけど、はい、あのファンタのなんかその仕様については詳しいですよ最近マスターカードがあの使いかねましてね、クレジットカードのマスターカードね、あれがなんかそのアダルトコンテンツはなんかそのダメみたいな、使ってはいけませんみたいな、マスターカードみたいなね、なんかそういうねなんかその意味わからんことを起きてまして、あれなんですよ、僕最近ですねファンタに登録したクレジットカードをマスターカードからビザカードに変えなければならないっていう、本当になんか意味わからんこと起きました。はい、腹立ってます。でライトニングストーム発動、何の話これで、ライトニングストームの方によって相手フィールド上のマジックトラップカードを全て破壊していく。そして全部っ走、劇場と墓穴ですね、なるほどね、墓穴、オッケー、フィールド上、まあ、墓地にモンスターいないからあんまり関係ない。で、カウンを特殊召喚していく。そして、こんなクサラコタテンは余裕です。こんなクサラコタテンしか、構えられないようなデッキはね、余裕で満喫します。で、戦火しなく3個霊芸を発動し、そして、孫悟を召喚。孫悟を召喚。孫悟効果、孫悟じゃねえ、3個霊芸の効果発動。3個霊芸の効果によって、フィールド上の孫悟を対象に取り、孫悟以外のモンスター1体を手札に加えることができる。これによって、持ってねえやつは持ってくるべきか、超得でいいか。なんでもいいんだか、超得を持ってくる。そして、孫悟の効果を発動するぜ。孫悟の効果により、フィールドの、表側のカード、3個霊芸を墓地の振り、デッキから、諸葛竜孔明を手札に加えていくぜ。そして、諸葛竜孔明さんは手札に加わった場合、3個霊芸の効果発動、3個霊芸の効果によって、手札からモンスターを展開できる。まあ別にこの効果なくても展開できるけどね。で、諸葛竜孔明さんの効果は、手札に加わった場合、特殊召喚自身ができるという効果。そして、孫悟さんの効果により、相手のフィールドのモンスター一体をバウンスするという効果。まあ相手の、墓地になんか、楽園化学やらなんやらあるかもしれないですけども、まあそんなことは関係ない。孫悟さんの効果によって、お前のフィールドのモンスターは全て、バウンスされるからさ、帰れ。さよなら。そしてリンク召喚する必要さえないわこんなもんな。おっとデスピアの方か、あそうか、それは墓穴、あうるさい、黙れ誰これで黙ってもらって、そして孫悟の特殊召喚効果、フィード上になんか攻撃力が高い、うわ来た新エース来たからの孫悟をじゃあ両方を特殊召喚して
おい、どう？この盤面。バトルフェイズいきます。もう脳死で、あと殴るだけっていう。めっちゃ強くないですか、このデッキ。なんかさ、あんま考えることなくてさ、なんかさ、引いてきたモンスター出していくだけで勝てんだもん。このデッキ最強かもしれんわ、もしかしたら。モンスターばかりなのはまあ悪くはないんだよな。でもカウンがあるから、言うてさ、カウンとさ両方をさ、なんか適当に特殊召喚してさ、なんかぶん殴りに行って、あもう今回あるじゃん、超エモいんじゃん。なんかなんだなんだね、なんかね、あい効果使わずにどんどん特殊召喚できるから、このデッキなんかね、普通に強いんだよねこれ。割とまくり力としてはエンタメとドグロバット召喚、うわやべえな。ちょっとね、ペンデラマね、もうね、何をやってるかわからないからね、盤面を理解するのにもね、展開もわかりません。あの、私のちなみにね、3大、苦手テーマありましてですね、まず、1個目、DD、ディファレントディメンションね、カイバ、カイバじゃねえわ、あの赤羽社長が使ってるやつ、DD、それから、魔術師、それから、エンディミオンと、この3種類はですね、ほんと何をやってるか一切わかんないんで、マジでほんと脳トレだと思ってます、あのテーマは。あれを使える人は本当に頭がいいと思うわ。ちなみに俺は使えない。てか、使う気が大きい。テキストが長すぎる。もうペンデラムテーマにはね、すごい苦手意識がありますね。ええ、あれを回せる人は本当に尊敬しています。まあ、ちょっとターンが長そうなんで、もう雑談をこのぐらいにしてカットすると思います。これ、この辺はクソ長えじゃねえかこいつ。いつまで回してんだよ。なんかまだまだ回しそうな雰囲気あるな。なんか大身長シムルとかいうなんかクソみたいなモンスター出てくるかな。これあれかな、なんか結界像出てくるとちょっとめんどくさいんだけど、結界像をぶん殴るしかないから、結界像ぶん殴ったら展開するしかないから、トロイミアグリフォン、うわーめんどくさ。これはリンク状態じゃないとなんかモンスターの効果無効になっちゃうよっていう、てか発動できないよっていう効果があるんですよね。制圧力結構高くて、しかもリンク先こっち向いてねえじゃん、めんどくせえな。いやこれかなりやばいですね。ネメシスコリドーからの超雷竜も飛んでくる。まあ超雷竜はね、打点で抜こうと思ったら抜けんだけども、五行の魔術師、うわなんだっけこれ、なんかすげえ強かった記憶あんだよなこれ、わかんねえ。エンドフェーズ、あそんな感じ、なるほど。で五行の魔術師からのダークシムルグか、これはセットできない、これセットできない、カードをセットできない。ちょっと盤面を整理しよう。現状まず、あ魔封じの方向か、あこれは強いな。待てよ、これで魔法カード、まあでも除外してもあんまり意味ないから、これチェーンしたら一応打てるが、打つ必要もあんまねえか、打つ必要もあんまねえな。魔法カードはセットしなければ発動できなくて、でダークシムルグでカードをセットできないと。で超雷竜がいるから無効にされるサーチが、現状だと、ダークシムルグさんが、セットできなくさせる効果があって、で魔封じでセットしないと魔法カード使えないから、魔法カードは実質無効で、超雷竜でサーチが無効になっていて、でグリフォンでモンスター効果が、リンク状態じゃ発動できないから今結局意味なくて、で竜騎神で無効にされる、あーとカード除外されて、で五行の魔術師が自分のフィールド上の魔法トラップゾーンにセットされているカードの種類によって0枚だと自分のフィールドのモンスターが攻撃できずに効果を発動できない。あ攻撃できないのこれ、これやばくないこれ。え、これ一応出せるけどね、両方は。これが強いとこなんですよね、戦火の。結構なんかそのこういう制圧場面とか敷かれても、なんか適当になんかモンスター出してなんかワンチャンなんかこういう風になるんですよ。これ結構強いでしょ。あーね。あーね、まあ、これ除外されると、はいはい。で竜騎士の効果でそれ除外されてるのはまあしょうがないか。出せるモンスターゴミだしな。でどっちにしても効果発動できないんだよな、グリフォンがあるから。グリフォンも5個もあるから。でこれでバトルフェイス入るしかないのか。バトルフェイス入、あ殴れないのか。やばやばこれ。やばやばこのデッキ。でどうすればいいのこれ。えでトロイミアフェネックスなんて出したところで一切意味ないんだよな。でフェネックスがリンク状態になればなんとかワンチャンあるんだけど、リンク状態にしたところで結局モンスター交換無効なんだよな。でフェルジット意味ない、マスカラも意味ない。なんかいや、えやばくね。えでもさ待って、相手もさこれさ言うてさ、こっちのモンスターを破壊してくるみたいなモンスターはいませんよ。
ダークシムグ2体目の OK。 ダークシムグ2体目これさ、だってさ破壊してくるっていうモンスターもいないし、特殊召喚できるから、これ竜騎神ぶん殴ってきた時に多分これ、まあ両方ぶん殴るでしょ多分。これさ超炎でさ改良したらいけんじゃん。ダメージステップ使えないのあれね。竜騎神さんはダメージステップには使えない。さあ戦火の超炎を出していくと打点が下がる。打点よし来た、いけるぞ、いけんじゃねえこれ。これいやワンチャン両方さんの打点が超えられないから2800実質。アクセスとか入ってるかな。エクストラ死ぬほど使ったんだよソリティアしてるときに。これさワンチャンさ、なんかさ相手さこのさ両方一生突破できる問題みたいなないかな。そんなわけないか。でシムヌグ効果発動して、何らかのモンスターを特殊召喚できるデッキから。いやでもいいぞ両方さんは。ちなみに孫坊さんは保管になんか戦火がいると自分をなんか攻撃対象にできないっていう効果がありまして、今相手は両方しか殴れないんですよ。で長円さんは打点が2700あるから、でしかも打点上がんねこれね。相手のフィールドのモンスターの数かけるいくつだっけこいつは300か。打点高っ、打点高いけど突破できないんだよな。攻撃できないからこれ。攻撃させろマジで、ふざけんなおいチキン野郎が。くそ、攻撃さえできればあんな盤面余裕なんだけどな。いや攻撃さえできれば5個の魔術師とかいうカード気持ちいいだろ。やばい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 。これさグリフォンと5個でさモンスター効果20無効みたいになってるからさ、これ5個をなんとかするしても結局グリフォンが残って、グリフォンをなんとかしても5個が残るんだよこれね。でもさこれワンチャンマジでさ、これ相手突破できないんじゃね2800。これ2800結構突破できない説はあるよ意外と。いやエクストラ相当使ってたもん相手。これ相手デッキの中に変えたこと入ってんのかな。なんか一応さちょっとサロスエレスだけ出しに行っていいか。で相手の、まあ、これはグリフォンか。さすがにグリフォンがやるとモンスター効果無効なので、まあ、グリフォンも巻き込んでリンク召喚するじゃないですか。ただ5個がいいんだよね。なんか5個がいるからさ一生さ攻撃できないから相手の場面突破できないんだよな。まあ、でも3000が出たんで、まあ、だいぶね強いとは思いますけども、まあ、殴れないんですよね。そう殴れないんですよ。これマジで、でもこれ本当に相手デッキ切れまで粘ったらワンチャンあるよマジで。このなんか雑な3000と2800突破できない説。いいぞいいぞ、あと4枚あと4枚、相手のデッキあと4枚。よっとよっとよっと、いや勝てるんかい